これからもキー、NG ・エヌ・ジー・アンドプスは続きます。平野市用、キシユータ、ジングジ・ユータは、脱退も長瀬角と橋山が守る。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 QNG&OPS の平野市要26、岸裕太27、神宮寺裕太25が22日、グループを脱退した。平野と神宮寺は同日、ジャニーズ事務所を退所し、リーダーの岸は、会員制サイトのブログで9月30日をもって退所することを報告した。デビュー5周年を迎える23日以降、残る長瀬角24、 と橋山24は金プリの名前を守り、脱退する3人は海外を視野に入れて芸能活動を継続していく。平野、騎士、神宮寺のメンバー脱退が電撃発表された昨年11月4日から199日。ついにこの日が来た。平野と神宮寺は脱退と同時に退場。 退場時期を秋としていた騎士は9月30日に退場することを明かした。5人での金プリ最後の日となったこの日正午、リーダーの騎士は会員制サイトでブログを更新。5人体制ラストパフォーマンスを披露した20日の NHK 音楽番組メニュー101に触れ思い出がありすぎて感慨深いものがありましたと綴った。 生放送では、一番、シンデレラガール、ビューティフルフラワーの三曲を歌唱。平野と橋の方には涙が伝い、神宮寺と長瀬は二人の肩を支え、最後には騎士も声を詰まらせた。画面の前で、一生忘れられない思い出になった、と語っていた騎士は、五人でのあの空気感も、この上ない幸せな時間でした、と振り返った。自身は去るものの、 キンプリの名前は残る。リーダーとしてファンへの呼びかけも忘れなかった。僕は今日をもってキー・エヌ・ジー・アンドプスを脱退しますが、これからもキー・エヌ・ジー・アンドプスは続きますので引き続き皆さん応援よろしくお願いします。この日の午後3時半には、同サイトで5人の写真をアップし、人流児の字取りでメンバーそれぞれがポーズ。 夜には4人もブログを更新し、それぞれ思いを綴った。インスタグラムでは午後11時に最後の5人ショットをアップした。23日から長瀬と橋は、ルオ、として、キンプリ6年目の活動に突入する。脱退する3人もそれぞれ芸能活動を続け、育ての親であり、生涯最後にデビューさせてもらったジャニー北川さん。 去年87との目標でもあった海外進出を模索していく。ジャニーズの王道アイドルとして駆け抜けた5年。ラスト歌唱したビューティフルの一節の通り、それぞれがブライターフューチャー、明るい未来に向かって新たな道を進む。田中、押すつちのと、ひらの仕様、QNG& ピンス、バイバイ。またどこかで会えたらいいね。またね。ティアラ、 岸優ユタ、僕は今日をもってキー・エヌ・ジー・アンドプスを脱退しますが、これからもキー・エヌ・ジー・アンドプスは続きますので引き続き皆さん応援よろしくお願いします。神宮寺ユ太、タ、寂しいですが永遠のお別れではないと思うので、さよならは言わないよ。じゃあまたね。長瀬角、このメンバーで駆け抜けた5年間は幸せでした。この先もみんなで幸せになりますよ。 足山、翔、岸くん、ジーンはこれからも友達としてどうぞよろしくお願いします。放置新聞社。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。